で先ほどあの5社会見がありました5社の展示ブースですね、はい、こちらに来ております、はい、まずはこの川崎ですね、これはあの EV モーターサイクルのコンセプトになります。もともとそのモーターサイクル用の 48V ハイブリッドとか、またこの EV、のコンセプトバイクとかですね、はい、などを開発してまして、で水素エンジンのモーターサイクルの開発ももともと発表してるんですが、今回それをトヨタさんと一緒にやっていくということが発表されましたということで。やってたんですか。そうなんです、あの発表してるんですよ、はい、開発していたことが、はいはい、この10月1日から川崎モータース株式会社として、まあ、分離独立してですね、これから先この二輪のカーボンニュートラル社会についたモビリティ事業を展開していくということでですね、今回の記者会見に参加されたということです、はい、まあ以前はというか最初の取っかかりは運ぶというところ、はい、川重さんのね、あの水素運搬船で、オーストラリアのカッタンを使った水素を、はい、まあ、運んでくるというところから始まったんだけど、まあ、せっかくだから一緒にやりませんかとトヨタヤマハからね、まあ、話があって、じゃあということになってやることになったと。さっきあの会見というかで、ね、あの言ってましたけど、川崎みたいなちょっとね、アリューオンじゃないけど、あの、はみ出たところをやってきた会社がトヨタみたいなところと一緒にやるっていうのはすごい面白くてワクワクしてるというようなことを川崎の方はおっしゃってました。すごい面白いですよね。はい、そして、はい、こちらは、ヤマハさんのブースですということで、あの、これ展示してあるのが V8 の水素エンジンということになります。初公開だそうです。はい、実はやっていた。これ2018年に製作なんですよね。だから実はやっていたということが、こうになったという感じです。はい、実はトヨタの誰かは明かされなかったんですけど、トヨタのエンジニアの方がやっぱりこういうのあったらいいよねみたいなことを言ったので、じゃあ作ってみましょうかみたいにちょっとゲリラ的に実は始まったと。あの大きなプロジェクトではなくて小さいところでヤマハとそのトヨタの方と、あと、県松浦レーシングサービスと聞くと、あの詳しい方、あのね、レースとか詳しい方はよくご存知かと思いますが、あのエンジンチューナーとして非常に著名な、そこで、まあ、ヤマハといえばね、ヤマハの F1 エンジンなんかも県松浦でやってましたけど、そういうところが組んで作ったということになります。でベースは、2UR GSE ですから、RCF とかに積んでる V8 5リッターですね。でも何か見るとおかしいなと気づかれる方が多いんじゃないかと思います、はい、この V 型のバンクの真ん中から排気するというですね、そうです、ホット V レイアウトの水素エンジンなので、これ何かと言いますと、あのミッドシップの、車に搭載することを、まあ、前提として開発したレイアウトということで、はい、まあ、FR の車だとこんなところに排気があると、それはちょっとなかなか大変ですよ ね、 ということで、はい、そういうのが、搭載されてます。でパワーというかですね、トルクがですね、はい、540Nm ということで、はい、ガソリン車より出てます、はい、そして、中速のトルクは大幅に太いということで、はい、あの相当面白いエンジンに仕上がっているそうで、まあ、開発の方が実際乗っている印象だと、はい、音は正直言ってどこかのスーパーカーよりもかなり感動的だ。そう、そして水素ならではの燃焼の速さもあってレスポンスとかも素晴らしくいいと。だからかなり面白いエンジンで、これを乗って、その方はトヨタの方はあの将来性あるぞと、水素やるべきだという話がね、さらに加速したという話もあります。あのまあ、実際にはこの音のためにね、本当に、急排気逆転レイアウトにしたということで、水素云々ということではなくて、で、じゃあ水素で作るならばせっかくだから音を突き詰めようよと言って、まあこういうエンジンが作られたということで、まあ高回転、トルクの一方で最高出力は低いんですけど、これやっぱりね、高回転域はやっぱり水素はね、まだまだガソリンよりかも難しいと。ただそうは言ってももう6800超えて7000回転ぐらいまで回ってますんで、実は高回転もいけちゃうんだねと。だからそれを両立できるエンジン、水素はそういうエンジンなのかなということで、ところで一体何の車に乗せて試したんでしょうねというのが気になるところですが、いつの日かそれは明かされそうな感じです。多分試作車というか当時のテスト車はどっかにあるんでしょう。なるほど、はい、ちなみにその水素エンジンで皆さん気になっていた、あの水素で金属を増加してしまうという問題なんですが、この部分がこれまあ要するに、ね、あの燃料でいうとこの燃料パイプの部品に当たるんですけど、この部品を、SAS316 ステンレスですねで作ることによって、はい、水素増加が起こらない、うん、ということをもうすでに達成されているそうです。なので、まあ、水素増加の問題は解決されているということですね。非常に硬くて、非常に加工しにくい部品だそうですが、はい、そして非常に高いそうですが、
一応それはもうクリアはできていると、技術的なクリアはできているということになりますね、はい、こちらに展示されてますのは、はい、似ているけど違う兄弟車と揃いましたねということで、トヨタ BG4X とスバルソルテラになります。はい、まあ、付き合ってます。この詳細についてはもう昨日おととい紹介してますので、そちらの動画を見ていただくとして、はい、スバルとトヨタは、はいはい、この先どういうレースを展開していくんですか。まあ、今回の取り組みの中でスバルさんは来年2022年に、合成燃料を使った BRZ で、スーパー耐久の ST9 クラス、今年水素カローラが走っている ST9 に出てくると言うんですが、それだけじゃなかったんです。なるほどそうですね、実はトヨタも GR も、ST9 クラスに86を投入します。つまり兄弟車が同じクラスに出てきて戦うと。なるほど。で公開磁気型開発だと、なるほど、トヨタガズレーシングの佐藤プレジデントはおっしゃってました、はい、ここでどんどん開発して、しかも競争しながら開発していって、知見を高めて、そしてしかもその姿、速い遅いをファンの前にさらけ出す、はい、そして戦っていって、まあ、例えばもうこっちの方がいいよねってファンが言ったらこっち採用とか、そういうことにもなっていくんじゃないかって話をしてました、はい、なるほど。で、話まだ終わらないんですよ、はい、なんとそのスバル BRZ は 2.4 リッター NA、 つまり今積んでる最新型が積んでるエンジンなんですが、トヨタの方には 1.4 リッターターボというのが積まれるそうです。なるほど。え、どっから持ってきたの。そんなエンジントヨタありましたっけ。 GR ヤリスという車ご存知ですか。はい、あの 1.5 リッターターボを排気量ダウンして、はい、要は 2.4 にターボケース 1.7 をかけて2.4 に合うように排気量ダウンした直列3気筒ターボエンジンをあのエンジンルームに押し込むと。なるほど。という話をやったら面白いんじゃないかと、あの森蔵さんが言ってたのを、森蔵さんがさっき全部ボロリと喋ってしまったので、はい、もう既成技術になってしまったのでやるしかないということになったそうです。はい、なので、まあ、直列3気筒 1.4 リッターターボの GR86 と 2.4 リッター NA のスバル BRZ が来年 ST9 クラスで戦うと。でどんどん開発されていって、スポーツカーとして進化していく。でもし、まあ、いい結果が出れば 86BRZ の磁気型もあるよねぐらいな話だと、ね、このご時世ほっとけば次の型が出るようなことはないんですけど、そうやって、ね、開発テストをしていってというような形だとすという話なんで、ちょっとこれはねめちゃめちゃ面白いんで、来年の STQ はこれは楽しみですよね。はい、ちなみに合成燃料に関してはまだね、別に特定のサプライヤーとやるとかではなくて、まあどのようにしようかなといろんなところと話をしている段階だそうです。さらに言うとやっぱりね、スーパー耐久なんで、スーパー GT とかスーパーフォーミュラも、e フュエル使うんですが、スーパー耐久で使うものはちゃんとね、市販車にも使えるようなものじゃなきゃいけないよねということで、そういう観点での燃料開発をしていくということなんで、多分僕らスポーツカー好きにとってもね、将来が楽しみになるような、展開になるのかなというふうに思います。そして、最後になりますのは、マツダ、はい、バイオフュエルニュージェネレーションと書いてますが、はい、まあ、明日のレースですか、はい、から、マツダスピリットレーシングバイオコンセプトデミオ、はい、ちょっと名前が長いんですが、はい、というレーシングカーで、はい、バイオフュエルでスーパー耐久を走ると、はい、いうことが発表されましたということで、まあ、それの、展示車ということになります。 CX5 ですね、はい、で実は、まあ、バイオフュエルと書いてこの車は燃料 10% 混合です。でレース走る車はなんと 100% バイオディーゼルです。ディーゼルですね、マツダ2なんの、1.5 スカイアクティブ D なんですが、はい、100% っていうのはないんですよ今まで。なるほど。はい、今まで混ぜたその 10% 混ぜていいよとかは、はい、それはちょっ と、はい、日本では5までしかダメなんですよね、はい、5% まで、ね、それはそれを軽油じゃないので、はい、ってことになるん で、はい、ですけど、その 100% はきちんと軽油なんです。なんか例えば税制上もとか、はい、なんかいろんな規格全部通ってて軽油なんですよね、はい、ただ原料として CO2 というかになるものが全く使われてない、カーボンになるものが使われてないっていうんですか、はい、あとは、まあ、原料として要は、はい、石油を使っていないんですよ、はい、炭素を出さない、そうなのに 100% 軽油、はい、実はこれユーグレナという皆さんご存知ですよね、名前は、そう、藻を使ったあれこれをやってる、あそこが開発した燃料で、はい、そのバイオディーゼルを使うんですが、
それで、車はデミオなんですが、まあ、実績のあるノプロさん、野上プロジェクトさん、マツダ2とか、アクセラのディーゼルエンジンでの車で、スーパー耐久ねずっと出続けてて、まあ、ノウハウがあるんで、まあ、そういうところが、今回はやってると。で来年以降の参戦体制は未定だけど、今回ねあのマツダの、丸本社長が、豊田章男さんから、ね豊田社長から、はい、ちょっと遊びに来ないと言われたそうです、スーパー耐久に。でその時に丸本社長は、うん、これは手ぶらで行くわけにはいかないだろうなと、はい、いうことになって、急遽でき、はい、じゃあすぐできそうなものは何かということで、まあ、これが白羽の矢が立ったという話でした、はい、ちなみにその 100% 合成燃料ですけど、はいはい、あの私先ほど書いてみました、はい、ディーゼル燃料というか、まあ、灯油というかですね、灯油っぽい、灯油っぽい感じの匂いがしますね、はい、まあ、あの燃料ですね、はい、匂いというか。ちなみに今は、1リッター、いくらですか、1万円とか、とそのぐらいですけ、はい、まあ、しかし2025年にはあの実用化しますと宣言されています、はい、で今の2000倍の規模で作れる工場を作るので、はい、190円とか200円になるだろうと、もうはっきり言うぐらいの社長がおっしゃってました。すごいと自信を持っておっしゃってましたので、はい、そうなるとね、はい、そうなるとそれを例えば 30% 混ぜれば 30% CO2 カットですから、はい、ハイブリッド車が 30% 燃費良くなってたら足して何パーセントみたいな掛け算ですね、はい、70×70 だからほぼ半分になるよねとか考えると、実に身近に CO2 削減ができるのではないかということになりますよね。でマツダといえばしかし水素ロータリーは来ないのかと期待してる人、はい、まあ、多いじゃないですか、はい、そうですね、水素の供給体制もこのレースあるしねということで、はい、当然そういう話はあるんだけど、今回とりあえずその豊田さんの遊びに来ないに、早く答えられるものということで、あの現実味のあるものを出してきた今回ね、このバイオディーゼルで来たんですけど、はい、今後に関してはエンジニアたちがどうしてもやりたいというなら止めないよと丸本社長はっきりおっしゃってました、はい、それは期待できる話じゃないですか、はい、なので松田のエンジニアの皆さん声をバンバン上げてください、社長に言ってください、そうすれば僕らも夢が見えるというわけですねあの、はい、そういうわけで、まあ、水素も全然もちろん可能性としては捨ててないよと、ずっとやってきた技術なんで大事にしたいよということを松田の皆さん思ってるそうです、まあ、ということでこの岡山の、スーパー耐久の会場でですね、あの世界に向けたカーボンニュートラルでの戦いというんですが、はい、共同戦線が発表されたというのは非常に歴史的な出来事なんではないかと思います、はい、バッテリー EV だけがカーボンニュートラルへの道ではないよということを、はい、バッテリー EV もこうやってバーンとやってる会社を中心に言っているというところに大きな意味があると思いますね。未来はどこにあるんでしょうか。少なくとも僕らは楽しませてもらえそうだと言っていいんじゃないでしょうか、まあ、そういうことですね。